集まって、砂場で遊ぶ、人々砂遊びとは、砂場や砂浜で砂を掘ったり砂山を作ったりして、遊ぶことである。この遊びは、砂を掘ったり盛り上げたり、さらにはそれで彫刻など造形を行ったりする。高度なものでは、青少年や大人が主体となって行われる、サンドアートという芸術活動もあるが、概ねこれらは、戸外で砂と戯れる行為である。土で、 同様の遊びをすると、泥遊びや泥んこ遊びというが、砂に水を加えた状態でも、泥遊びと区別がつけにくくなる場合がある。また、砂は、様々な造形を楽しめる一方で、その作り上げたものを壊してしまうことも可能とする。棒倒しのように、ゲームとして作り上げた砂山の上に立てた棒を、倒さないよう山を切り崩したり、水を浴びせかけて、崩したり、さらには、 積極的に山の上に飛び乗ったりなどして、言うなれば、想像と破壊を楽しむことも可能である。そして砂は、いくらその造形物を破壊したとしても、砂自体は損なわれることはない。これらの遊びは砂についた雑菌にまみれるほか、着衣が汚れやすいことから嫌う者も,もいる。対して、こういった遊びは、戸外で、日差しの下 多少不衛生な環境にいることで、免疫系を適度に刺激して健康的で丈夫な体を作るためには欠かせないと考える者も,もいる。ただ、寄生虫の問題もあるため、遊んだらよく手や顔を洗うのが望ましい。なお犬や猫などが入り込み排泄する可能性がある砂場では、シートをかぶせて、これら排泄されないようにすることも行われるが、逆に直射日光を遮り、 不衛生になる可能性もあるため議論の的である。人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだという1990年代にベストセラーにもなった本がある。砂場では他人と協調して山を作ってトンネルをほじったり、あるいはお気に入りの玩具を貸し与えることで他人と仲良くなったり、または人の玩具を羨んで無理に取ろうとすれば喧嘩になったりと様々な意味で、 社会性の初等教育にふさわしいテーマが存在する。詳細はサンドアートを参照さと戯れる青年サンドアートに挑戦することは大人のホビーともなる。砂遊びも高度化するとサンドアートなど芸術活動の範疇であり、欧米ではそういった活動やコンテストも盛んである。なお一概にサンドアートというとそこには砂を使った芸術的あるいは美術的な 様々な活動が内包される。砂で彫像を作ることは、もちろんのこと、砂絵や、それを使ったアニメーション、また砂という媒介を通して表現するパフォーマンスの、類も見られないことではない。余ろではあるが、砂を使っての美術活動は、古くからその類型が見出せ、チベットで行われるマンダラを砂で描く行為や日本の盆石のように、 その場限りの美術表現としての活動が見出せる。詳細は、砂祭り及び EN サンドフェスティバルを参照欧米における砂の彫像に関してのコンテストは、日本の雪祭りにおける市民参加の雪像制作に近いものも見られる。こういった像は、簡単なものでは、湿らせた砂を盛り上げたり押し固めたものを削ったりして、造形する。 高度なものでは砂に接着剤代わりの砂糖水や薄めた木工用ボンドなどを含ませたりして固め細部まで彫刻するものも見られるがこの接着も環境負荷に考慮してあまり強固には接着しないのが一般的で例えば鳥取砂丘で行われる砂の美術館では崩壊過程を含めての展示を行っている海辺の砂浜では上のような砂遊びの他に 誰かを埋めるという遊びも行われる。寝そべったものの上に砂を首のあたりまで盛り上げて山とする。この首だけ出した格好を楽しんだり、あるいは初歩的なサンドアートを施して楽しむ。ただし、窒息の危険があるので注意した方が良い。埋められた側は半身を起こしてしまうと、せっかくの砂山が崩れるので動かないようにしなければならないが、こういった悪ふざけは、 海水浴の場などで時折見かけられる。これらの遊びでは幼児や児童の多くは非常に熱中しやすい傾向が伺える。ただ熱中しすぎるとお気に入りの玩具を他者と取り合いになって喧嘩してしまったり、または今日に乗りすぎて砂場にホースで大量注水、挙げくに服を着たまま泳いでしまったりと大人の想像もつかないことをする傾向がある。その一方で砂に渦漏れたガラスの 同様に、砂採取場など大規模に砂がある場所では、砂の倒壊による生き埋めという事故も起こりうる。過去には、すり鉢状になった穴に、子供がはまり込むなどの事故もたびたび報じられており、また、海岸護岸線でも、工事の関係から流砂が起こり、子供が砂の穴に落ち込むなどの事故も報じられている。こういった事故を予防するためには、安全性の確認された砂場以外では遊ばず、 安全とされている場所でも同行者が目を離さないのが望ましい。その一方であまりに熱中しすぎて熱中症を起こすケースもある。特に夏場の海岸などでは日差しが強い。また、波打ち剤で遊んでいる場合には波にさらわれないようにするなどの注意が必要である。ありがとうございます。